じゃあとりあえずその教科書に書き込むのだけやりましょう。すごいね、昨日やったの？うん。あら、やっちゃった。やっちゃったんだ。昨日なんで算数はやっちゃったの？間違えちゃったの、やるとか。え、昨日の分は終わってるよね、ちゃんと。うん、うん、なら OK で。まとめてやっちゃったんだ。そうだ。りんちゃん大丈夫ですか？ちょ、小バエと戦ってね、泣いちゃったの。なんか変な虫がね、一、うん、匹ビロンって来てね、うん、ギャーって泣いちゃったの。ついさっき。で、もう終わっちゃいました、授業。大丈夫、終わってるもんね。今日の分終わったでしょ。うん。頑張った。大丈夫だよ。うん？あ、それで虫と戦う予定だったのね。戦えた？負けた。その泣き顔は負けたね。リミちゃん虫怖くないから大丈夫ね。ちょっと今ほら窓とか開けてるから、ちょっとたまにね入っちゃうかもしんないけど、一応網戸してるんだけどね。雨壊してね、しょうがない。リミちゃん、これからどんどん暑くなると虫がね増えてくるからね、時期的に。そうだよね、びっくりしたよ。突然大泣きしてるからどうするのかと思った。リミナチョ嫌い。ん？リミナチョ嫌い。嫌いだよね。はい、じゃあね、休み時間です。はい、じゃあ5分休みだって泣いてたから。しょうがない、虫と戦って泣いてたから5分過ぎちゃったよ。はい、じゃあね、一応15分だっけ、休み時間ですね。はい、3時間目が始まります。何ですか、3時間目は。リミちゃん、理科です。理科、なんて書いてある？何するんだって？オクラの種の観察。どれどれ。3時間目、理科、オクラの種の観察をしよう。教科書 P18 を見て、観察の仕方を確認してから観察カードに書こうだって。 OK？ あった。じゃあ18ページ開きましたね。はい、そしたら観察の仕方を確認するんだって。どういう風に種を観察するのか教科書に書いてあるかな、そこに。これ、うん、じゃあそれをちょっと読んで確認しましょう。はい、 それが終わったら観察カードっていうのがこのファイルに入ってるかな。はい、じゃあ観察カードありましたね。はい、はい、じゃあそれに書くのね。種の観察して書きます。また塗る、授業中。リミさん、そこのリミさん、はい、ほら授業中なので。リミちゃんありません。リミさん、ちょめちょめリミさん。何ちょめちょめ。動画だから名字言えない。いいですか。ちょめちょめリミさん。5月の14 5 5はい、天気晴れ、晴れだね今日もね、うん、はい、じゃあひらがなで書いちゃおう。うん、じゃあよく観察してね。植物、これオクラね。オクラの種で色つけなきゃいけない。するかな、色、色もつけるの。これでオクラの種です。これすごい、こういう風になってんだ。はい、終わった。はい、ったん書けましたか、ちゃんと。書けた。お、いいじゃん、種ね。うん、はい、じゃあこれで理科は、今日の理科は終わりかな。じゃあ待ってる時間でちょっとね、プロフィールを書く宿題があって、それの色塗りをねちょっと しましょう。見て、この色太陽っぽくない？うん、赤じゃん。太陽って言うと絶対赤だよね。オレンジの人もいるよ。そっか、でもなんか大抵赤な気がする。うん、うん、はい、じゃあちょっとね、しぼちゃんもめっちゃ綺麗に塗ってたからね、負けないようにね。プロフィールめっちゃ熱入ってたよ、しおちゃん。多分それ貼られるかもね、教室に。貼られるよ。だよね。
リミさん、もう3時間目終わったからそれ片付けないと。もう4時間目始まってるよ、時間的に。すごいでしょ。すごい。はい、じゃあほら、もう4時間目の授業の用意しないと。はい、じゃあ次、次は4時間目と家の人と挨拶をしよう。外国語で、うん、家の人とじゃんけんをして勝った数、負けた数、愛子の数を英語で数えてみよう。おー、じゃあ教科書12ページに載ってんのかな。とりあえず12ページを開いてください。で、このじゃんけんをしてどうするの。勝った数、負けた数、愛子の数を英語で数えるんだって。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 うん、習った。手までちゃんと習った。20は20習った。20まで習ったんだ。じゃあそれをやろう。挨拶は習った。ハローとか、ハローハローとかの挨拶習った。 How are you? How are you って習った。 I'm fine, thank you とか習った。そうやな、習ってないんだ。じゃあどういう挨拶を習った学校で。 I'm fine, thank you. リミ、あ、私はリミですって習った。うん、はい、それぐらい挨拶習ったの。うん、 I'm リンゴ、あ、私はリンゴ。え、私はリンゴ。リミちゃんリンゴだったの。え、それ間違ってない。私はリンゴ。アイムリンゴ。本当。え、アイライクとかじゃなくて。そう、アイライク、 アイライク。そうだよね、パパ。パパ、パパね、アイライクパパ。私は、え、違うの。アイライクパポ。あ、パポ、パポじゃない。アポーでしょ、アポー。 I like アポー。そう、パパとか何かと思った。 I like アポー。その辺は習ってるんだ。それは何、あの I like って言っちゃう。2年生で習ったの。こっち、どこ、こっち、っと、ほんと大丈夫、ママがいるから。で、2年生で一応そこまでやったの。うん、うん。じゃあ今日はじゃんけんだって。ちょっとリミちゃんちゃんと座なさい。姿勢。I like 白黒。白黒。じゃあ挨拶はじゃあもうこれでこんな感じでしょ。うん、で次はじゃあじゃんけんしよっか。じゃあここにさ、じゃんけん勝ったら丸、愛子なら三角、負けたら×を書くんだって。ここの教科書に書くとこあるから。じゃんけんする。最初はグー、じゃんけんぽい、アイ。あ、アイコもか。今アイコだね。アイコでしょ。ママの勝ち。バッチン。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこ。はい、終わりました。そしたら勝った数、負けた数、あいこの数を英語で数えるんだって。ワン、ツー、スリー。じゃあまず勝った数を数えてください。丸の数だよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。ファイブ、ファイブ。リミの勝った数はファイブ。ファイブ。はい、じゃあ次、あいこの数は1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,OK!10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 
ってきてください。
はい。イレブン。イレブン。トゥエルブ。トゥエルブ。サーティーン。サーティーン。フォーティーン。フォーティーン。フィフティーン。シックスティーン。セブンティーン。セブンティーン。エイティーン。エイティーン。ナインティーン。ナインティーン。トゥエンティーン。トゥエンティーン。姿勢。はい、ちゃんと座って。もうビシバシ行きますよ、ママは。先生ですから。先生じゃないよ、ママ。先生の代わりなの、ママ、今。先生の代わりに授業をしてるんですよ。エミの好きな数は3、うん、3? じゃあ3を英語で言ってください。 3。 はい、正解です。11位から、コンビニ。なんでいつもコンビニから入るの。11番。そう、12。なんとかさっきまで言ってたじゃん。端っこだけ映ってる。はい、じゃあね、4時間目の授業は本当かかりっきりでしたけど、おかげでママ編集が全然進んでおりません。どうしましょう、どうしましょう。はい、ということで今日はね、とりあえず4時間目まで終わりました。あと5時間目に図工があるので、図工を今日はまだ残ってますね。はい、治ってきたね。治ってきただけど、まだ痛がるみたい。うん。はい、じゃあお昼休みでございます。はい、じゃあ片付けましょう。見て見て。うん、ほら、5時間目始まりました。作りたい作品をイメージしながら作ってみよう。図工だね。教科書40、41ページを見てって書いてあるよ。家の中にあるいらない洋服や工作に使えそうなものを集めてみようって。材料をもとに作りたい作品をイメージしながら作ってみよう。じゃあちょっと図工の教科書の40、41ページを開いてみましょう。持ってきた教科書。うん。はい、じゃあ40、41ページを開いてください。もう 40? 多分家でできることを先に先生たちが見、あれじゃない、見つけてやってかわいいことになってんじゃない。足がぶつっていっちゃった。おお、家であるものを使って何でもいいんだね、うん、手袋とか靴下とかヨレヨレの T シャツとか、うん、紐、リボン、毛糸、モール、ボタンだって何でもいいんだね。これを使って、これと鳥だって、ワンちゃんすごい。これ何を使ったの、これ。うん、多分ね、うん、着られなくなったものじゃない。すごいすごいね、みんなね、毛糸の玉作ってる。うん、すごい。こんな感じでいらないものを使って何かを作るんだね。うん、じゃあリミちゃん、まず材料探しをしないと。お部屋、あるかな、お部屋にこういうさ、いらなくなったさ、モールとか毛糸とかリボン、毛糸あるよ、いっぱい。うん、ボタン、洋服はね、最近もうちょっと見直しちゃったからないかな、洋服はいらないものはね、うん、あとはだからリミちゃんの机のとこにあるそういうなんか文房具類っていうのはもう、ん、あの毛糸とかリボンとか。じゃあ探してこよっか。バイバイ。
ちょっと探してみて、自分で。うん。うん。お、集めてきましたね。はい。お姉さまから買ってきたの？そう。お姉さまいっぱい持ってるもんね。わあ、ギョロメがたくさん。どれどれ？おお、そこに何入ってんの？ギョロメとビーズとか？見て、接着用だ。どれどれ？リミちゃんがカメラちょっと映して。おお、こういうのがすごいね、しほちゃんね。ね、に、それに、毛糸に、キミ毛糸に、すごいこれ、これも毛糸の一部？うん。じゃあリミちゃん、これらを使ってなんか作るって書いてあるけど、作れる？まだ想像ついてないんだよ。想像ついてないね。ギョロ目があるのはいいね。ね。はい、リミちゃんできましたか？そろそろ。うん、結局何作りましたか？リボン。毛糸でリボン。毛糸と毛糸でリボン。あ、いいじゃん。リボンに見える。あとは？じゃじゃん。あ、何これ？雪だるまみたいな。てるてる坊主みたいな。雪だるまみたいな、てるてる坊主みたいなもの。そう。まあね、かわいくない？かわいい。結局そういう形にしたんだね。最初ミノムシにするとか言ってたけどね。そう。まあね、いいんじゃないですか。ちょっと待っていい？こう切ったらどうかな。ニワトリ？なんか赤く、頭を赤くしたらニワトリにも見えるね。ね。うん。だってくちばしが黄色いじゃん。これくちばしなの？え、くちばしに見えた。それがくちばしならば、赤いトサカをつけたらニワトリにも見えるよねってこと。これ首輪だよ。あ、首輪なの？くちばしに見えない？遠くから見るとくちばしに見えた。本当？うん、首輪なのね。首輪。あ、でもかわいい、かわいい。はい、じゃあね、一応ね、もう家にね、本当あるもので作ったので、事前に用意とかはできなかったんですけど、うん、まあ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 、いいんじゃないでしょうか。はい、はい、じゃあ5時間目の授業はね、これで終わりたいと思います。バイバイ。バイバイ、お疲れ様。はい、じゃあ今日1日の授業もね、りみちゃんこれで終わりです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。頑張りましたね、今日も。頑張ったよ。はい、バイバイ。2時半過ぎたので、これからはね、放課後タイムです。はい、嬉しい、嬉しい放課後タイム。バイバイ。はい、じゃあ嬉しさをこの仮面に。満面の笑み。